はい、お疲れ様です。ナチでございます。始まりました。私ね、このナチの動画が始まりました。さあ、私今ここ静岡県浜松市天竜区でございます。はい、本日、私初めての 4K 撮影でございます。 4K で、撮影しております。テレビで見れる方、試しにテレビで、私の動画見てみてください。綺麗な、ね、映像になっていればありがたいですね。はい、今回はですね、私このまたクロス株、こちらでですね、株散歩と、行こうと思いましてね、今回の株散歩の目的地、こちらはですね、月まで散歩していこうかなと思っております。誰がメルヘンやね。はい、月までね、散歩しに行こうかなと思っております。この辺とかですとね、走ってると皆さん目についたりとかあると思うんですけども、標識で、月まで3キロっていうね、まあ、全国的にも有名になってしまいましたかね、月まで3キロ、そのね、月というのがですね、浜松市天竜区の、その天竜区の中での月というね、集落といいますか、その地区でございましてね、ここからもう近くのところなんですけど、まあ、結構ね、豊橋からでも行きやすい場所ではあるんですよ。なのでね、ちょっとね、その月までね、行こうと思います。ぐだぐだ始まってますけども、本日も最後までよろしくお願いします。よいしょ。さあね、ここ、総竜橋っていうところをね、ここね、左に行くんですね。で、そうするとですね、今ここね、二俣というね、さっき曲がってきたところ、まっすぐ行くと二俣駅というところがあるんですけども、何だったっけ、なんとか鉄道っていうね、何だっけ、奥浜名湖だったかな、まあ、そういう、まあ、鉄道会社のね、駅があって、そこにいろんなほら、ゆるキャンとかエヴァとかそういったラッピングされた電車が見れたりするんですけど、まあ電車が好きな方はもしね、よかったら行ってみてください。で、私今ここですね、何号線だったかな、152になるのかな、ここは、152をね、今北上します。で、今回の、まあ、先ほど言った株散歩、月までね、散歩していこうというところなんですけども、まあ、月まで行った後に、まあ、ちょっと山の方をぐるぐる行って、で、愛知の奥三河あたりをね、ぐるっと回ってくるような感じで、我が町豊橋にね、帰っていこうかなと思うんですけども、確かね、回って帰れると思ったんだけど、まあ、その辺は一回調べないと分かんないんだけど、あとはですね、ちょっとね、事前に今回はね、ちゃんと調べまして、今回はと言いますか、今回はですね、はい、今回は、事前にね、ちゃんと調べまして、月という地区にね、行って何があるかということなんですけども、なんかね、カフェがありましてね、ちょっとそこでなんか食事もできそうなので、まあ、ちょうど今、1時回ったところです。今回ね、そこの月にあるカフェで、食事もしていこうかと、まあ、そういったね、そのカフェの紹介も交えての動画でございます。とことこ走っていくこのクロスカブ、最高ですね、最高です。はい、最高だ。あ、ここから分かれるのね、152と362、これ右に行くと362、一服どころ横が、あ、はいはいはい、いいですね。あ、 MT ですね、いいですね、最高だ、いいですね、新型 MT かっこいいですね。どうですかね、今回はね、初めて 4K 撮影ですから、このね、 4K 撮影で見るこの浜松市天竜のこの田舎道、この山々、どうですか、美しく美しく見えますか。もうあいにくの曇天だね今日は。走るにはね、涼しくてちょうどいい気候なんだけど、絵面的には弱いよな、この曇天はな。
さあ次まではね、あと何キロでしょうね。ちょっとね今回ナビ設定してないんだよね。これ川坂モーターズだね。これ絶対初見だと川崎だと思ってるよね。あれ川崎のディーラーがこんなとこあんねやって思ってるよね。お、なんか観光バスですか。どう観光してきたんですか。152号線をね、このクロースカムちゃん、気持ちよく走っておりまして、あ、ここですね、見えますね。このトンネルの手前をね、ここ、左に行きますね。はい、左行きます。ここをね、あ、見えますか。はい、月です。はい、月まで3キロ、ここまで来ました。さあ今のね、月まで3キロの標識のとこからね、もう10分弱で目的のカフェに到着できるっていうんで、いやなんか初めてこっち通ってきたけど、なんか意外と道が綺麗な感じですね。なんかすごく細くて、もうすれ違いも困難かなっていうようなイメージだったけど、全然そうでもないですね。野生動物飛び出し注意。はい、かしこまりました。月に行くまでにはね、ちょっと野生の動物を気をつけないといけないですね。お、なんか、あ、ボート場、お、ここは月の住人の、あれかな？とこですね。月の基地局かなんかですかね。これ、ボート乗り場のあれなんだ。さあ、さあ、そのまま行きますね。さあ、これを左か。ボート乗り場を越えたら左に行く。この辺りにもうあとね1分ほどでその目的のカフェがあるんだけど、そういえば俺現金下ろしてきたっけな。あ、もうここが月の集落でございますね。いや、のどかでいいですね。あ、すごくいい。ちょっとね、好きになっちゃいそうな感じですね。この自転車は何だ。これ自転車なんだ。あ、これかな。あれあれ、クロスって書いてるよね。ここでご飯食べようと思ったんだけど、今日閉まってました。あれなんでだろう。Google マップだってやってるってなってたんだけどな。じゃあちょっとね、今日は、まあ、タイミングが合わなくてご飯が食べれなかったですけども、まあ、このままですね、ちょっとこの道を上がっていって、この月っていうところをね、ちょっと散策していこうかなと。あ、またなんかちょっと険しい道の雰囲気になってきましたね。今日はそういうね、ちょっと県道国道とかっていうのをね行くあれではないんだけど、険しくなってきたな。まあいいか。あと路面がね、すごいちょっとうっすらとね、苔がこう広がってる感じの道ですね。ああ、これはちょっと滑って嫌な感じのところですね。さあ、このまま上がっていくとですね、一応 Google マップでさっき確認したらですね、またちょっとね、メインどころ、さっき走った152号線にまたつながりそうなんですよ。なので、まあ、ちょっと遠回りにはなるんですけど、まあ、このままね、走っていこうかと思います。あ、意外と行けるかな？うん、ちょっと、思ったよりかは、なんか良さそうですね。この間のね、行った、この間というか先月行った、蒲郡の続く、ね、険しい道に比べたら全然良さそうですね。おお、苔で綺麗な緑になってんな。ほとんど誰使わないんでしょうね。苔がすごい。
すごい、これどうですか、これ 4K で綺麗な緑映ってますかね。おお、あ、ここにも民家があるね。へえ、立派な民家がございますね。さてさて、え、狛犬。さあ、こっからまだね、先ちょっとね行けそうなので、ちょっと行ってみようかと思いますけども、おっと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 、ああ、これはねちょっとね、おっと、ああ、やっぱこれはクロスカブじゃないと走りたくない、やっぱ道になってきましたね。笑っちゃうぐらいに道が荒れてる。おっと、ちょっとね、リアが、おーっと滑るね。リアが滑るね。ちょっと一足で上がらないといけないぐらいのね、ちょっと勾配になってきましたね。もうね、なんだろう、こう、落ちたね、枝とかね、葉がね、すごい。あとね、路面がね、とにかくね、ずーっとね、緑。ここが野生の動物、気をつけないとね。うわー、ここ、あー、これ、ここは、うま、あ、これはもう崩れたまんまか、土砂が崩れたまんまっすね、誰も通らないから、もうこのままにしてんだろうな。おっと、突然現れたこの人工物、稲葉の物置ですか。100人乗っても大丈夫、いいですね、うちも使ってますけど、最高ですよ。いや、ここはね、誰も走んないんでしょうね、正直。物好きなね、私ぐらいしか走んないでしょ、これ。栗がね、ちょっと怖いね、栗の地雷だよ。おっとっとっと、おー、民家、民家です。ありがとうございます、民家。おー、安心感。この民家が現れたことでのすごく安心感。いや、これはありがたいですね。心の拠り所ができました。さて、このまままた、おお、カエル、カエルがでかい、カエルがでかい、お、すごいカエルがでかい、これお、鹿、鹿ですね。すごい、今私のね前をね鹿が横切りましたね。おお、こんな崖を降りてったんだ、すげえ。野生味あふれるこの県道、あれ、今日はね、今日の動画の趣旨は、まあ、月までね軽く株散歩しようっていうあれなんですけどね。これもうなんとなく頭の中でね、こうタイトルとこうサムネもね、なんとなく構想ができてたんだけどな、なんか違うな。いやー、すごいな、なんかすごい道抜けてったらね、すごいまたこうジブリ感が出てきましたね。あー、もうこれで安心な道になってきましたね。多分それなりに交通量あるからか、もう全然ね、あの苔の範囲が狭まってきた。あー、もう安心で走れるところだ。ただあとは野生の動物に気をつけないといけない。油断はできないですよ、ここの道も。野生の動物が突然現れる可能性が。でもな、おっと、見れるかな、こう見えます。あー、危ねえ、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 あれ、あれ、危ねえ、滑ってエビスギター。あのね、すごい水が綺麗なんですよ。これが、これをカメラで映したいだけにね、今めちゃめちゃこけそうになりましたね。いやー、よかったよかった、こけなくてよかった、ありがとうございます。よーし、じゃあ安全運転にね、まあフロントブレーキをガッてやるとやっぱこう滑っちゃうわけだね。いい経験になりましたね。あ、民家、あー、安心の民家に来ましたね。いやー、降りてきた。さっきのね、こう閉まってたこうお店のところから、多分ここまではね、5分もかからず、多分来れるぐらいですね。今、ぐるーっとこう川沿いをね、まっすぐ行きゃ今のとこで、こう来れるんですけど、今、私はぐるーっと月のね、この月っていう集落をぐるっと回ってきた感じになるので、まあ、とにかくあの怪我がなくてよかったですよね。
体にもね、このバイクにもね、カブちゃんにも何も気づかなくてよかった。